はい、モコフィットネスです。今日は、LSD について雑談したいと思います。それじゃあ始めましょう。はい、でですね、まず LSD、 LSD トレーニングとは何ですかということなんですが、まずロングスローディスタンスの略で LSD ですね。はい、ゆっくり長く走るというトレーニングですね。でですね、ゆっくり長く走るという、トレーニング方法なんですが、まず、メリット、よく言われるのが毛細血管の増加、ミトコンドリアの増加、主に、この2つがよく言われています。どうやって行うのっていうことなんですが、まず初心者の方でしたら心拍を 60% から 65% ぐらいの非常に低強度ですね、ちょっと息が弾む程度でいいと思います。それを最低でも30分以上が望ましいとされています。結構長くトレーニングを行っている人はもうちょっと長い時間、最低でも1時間以上は走り続けないと効果が見られないそうです。そしてで長ければ長いほど効果が高いので、僕はちなみに長い時で3時間、ほぼ止まらずに、低心拍でずっと走り続けています。はい、でポイントとしては、心拍を、突然上げたり下げたり しないでずっと一定のペースで、楽な、心拍で常にずっと走り続ける。すると高強度トレーニングとは違って、血の巡りがゆっくりなので、要するに細い血管に血が酸素、が流れる、仕組みになります。あまりにも強度が高いと、血流のスピードが速すぎちゃって、結果その毛細血管、すごく細い血管に酸素血が巡らないので、 LSD の方が、その毛細血管を増やすというメリットが高いそうです。で一応競技志向の方としては、まあ僕が今やってるからなんですが、シーズンがインしたら極力この、LSD っていう、トレーニングは減らしていって、このオフシーズンを設けたっていう方は、行うといいのではないでしょうか。で行う頻度なんですが、ほぼ毎日がいいそうです。で週に数回しか乗れないのであれば、できるだけ長く、自分が取れる時間目いっぱい、長く乗るといいそうですね。はい、そして、この LSD を始めて、まあ僕はオフシーズンを取っているので、それと並行してこの LSD という、一応名目上トレーニングをして、2ヶ月が今経とうとしています。まあ前にも僕ちょこちょこ言うんですが、だいたいその身体の変化が起きるのは3ヶ月ぐらい、まあ2ヶ月ぐらい経ったので今どう変化したのかで、一応その文献を見まして、その LSD を行って成功していれば、このような変化が起きるそうです。まず一つ目が、パワーの倍、その一定の心拍数で、踏めるパワーが向上していたら成功だと思われるらしいです。そしてパワーメーターがない方、その同じ心拍で、スピードですね、スピードが上がっていれば、単純に毛細血管、ミトコンドリアの増加が 見られたということになるそうです。まあ簡単ですよね。はい、心拍に対して強度が上がっていれば、いいんじゃないかということです。で、僕なんですが、僕も一応上がりました。ですね、心拍が105を、基準に、始めた頃と、今ですね、はい、2ヶ月後の今です。はい、この程度に変わりました。結構10ワット近く上がったんじゃないでしょうか。でもこれは低負荷 LSD での話です。はい。週に一度3分走を行うんですが、そこでの変化は正直見られませんでした。あくまでも、チキンエコノミーを使ったエネルギー、ですね、はい、酸素と
グリコーゲンと脂質を使ったエネルギー生産ですね、エコノミーと言われるものですね。そこからでの、パワーはこのように、若干ですが向上見られました。で、これがその LSD でもろこの、成果につながったというのも正直わかりません。まあでも最低でも下がったということにならなかったので、まあオフシーズンとしてはまあまあ、いい過ごし方だったんではないでしょうか。はい。で、ここまでは LSD のメリット、でしか話してないんですが、この LSD のトレーニングが賛否両論で、まあ僕もまあまあオフシーズンを取るってことをしなければ LSD というトレーニングは、僕も軽視してる方の、立場でした。っていうのもこれですね。はい。GCN、さんが、研究してくれたんですが、やはり高強度のトレーニングを、したグループの方がやはりベーストレーニング、このオフシーズン、基礎期ですかね、やはり、この高強度を行った方の方が、全然効果が高かったし、有酸素能力も上がったそうです。だから冬も夏も、まあ僕らホビーレーサーは仕事があります。オフシーズンに入ったからって仕事の量が減って、トレーニングできる時間が増えるということもないです。常に自分らはトレーニングできる時間は一定なので、燃え尽きてない方、まだまだトレーニングに意欲がある方、そういった方はオフシーズンもある程度高強度で行って、まあ、インシーズンに、こうヘロヘロにならないぐらいに、ある程度、インターバルとかを入れていった方の方が効果は高いそうです。はい。で、一応最後にまとめますと、まあ、今のところの、文献すべての研究データから、見ますと、やはり LSD をメインに考えるというよりも、オフシーズン、ベースシーズンであってもある程度高強度インターバル、などを挟んだ方が、今のところ、効果が高いという、一応内容になっています。はい。けどやはりスポーツは楽しくてなんぼです。はい。自分が意欲が湧かなければ LSD にLSD という、強度まで落として、自転車が楽しめる、意欲楽しいと思うところまで一旦オフシーズンを設けて、それからまたインシーズン、がっつり、乗り込むっていう方法も本当にいいと思います。で、僕もあと数週間で、このオフシーズンベーストレーニングが、終わります。本当に今回はメリットが僕にとっては高かったです。はい。低心拍の、ワット数も上がりました。そして週に1回ですがちゃんと刺激 を入れるんですが、その時の集中力、この間のブログ動画でローラー台5時間を出しましたが、非常に質がいいです。集中力もあって楽しいです。はい。で、これであと1回、チートを、挟んで、新しい、フレームが届いたら高強度トレーニング、レースも少しずつ、見ていきたいなと思います。はい。それでは皆さん、LSD 全て、ダメなわけではないと思います。全てのトレーニングに意味を持って頑張っていきましょう。それじゃあ今日の雑談がちょっとでも楽しかったらいいね、チャンネル登録お願いします。それと SNS 下の概要欄からチェックしてみてください。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。